お願いします。第2回フリーコンバットを囲む会で今日はオフ会から実況続き中です。先ほどは加藤家さんのパクファ MVP でした。8万点でしたね。でも俺のこれ喋ってるのが録画されないから。これが録画されるんですね。誰かな。41？ じゃあ忘れてたんだ。いやいや、花を持たせたんですよ、銀さんは。いや、ユーピョンさんだね、ハムさんの飛行機はお金かかってますもん。でもゼロも結構グリグリ回る機体だからね、あれですよね。でもね、さっき乗せてもらったレベル20のウツボ、あれはすごい。その場でぐるぐるって反転する感じも、あれはびっくり。あんだけ動いたら逆に当たるものも当たらない。でもね、あれ HVAA 積んでるのは強いなね。あれは美味しいですね。あれはどうしても普段が HPAA だから全然ね、遠くを狙う感覚はないんだけど、あれはあれで狙えたらすごいな。本当に銀さん、もうちょっと耐えるんだ。よし、狙え、今だ、いけ。おー、銀さん、桁がまだ4桁だぞ。体調も今やっと1万点ですよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？花持たせる花ももしかしたら、お葬式に飾るようなお花持たされる可能性ありますよ。うん、今もう一人でそこ。ああ、いいとこに入ってきました。ウォーレンはあれですね、体調の画面の逆さまのトップガンを、そうですよね、唯一綺麗に180度ひっくり返って乗ってる。すごいですよ、ウォーレンは円卓はすごいですよ、本当に。あー、さあ、誰が一緒に飛んでるかですね。やっぱりこの円卓は、とりあえず投げとけっていう感じで今打ちましたね、銀さんは。当たれっていうよりは邪魔するっていう感じでしたね。そう、この巻きですよ。はい、どうでしょう、体調2万。他の隊員はもうちょっとこう花を持たせるべきですね、体調にね。少しこうターゲットを譲るべき。そうだ、なんかね、惜しいな。なんかもうちょっとっていうところで。いいんですよ、そんなもんでね。この場合でも体調の周り結構若手いっぱいあるんですけどね。近すぎるのか。加藤家さん良さそうですよ。この
でもやっぱりエキスパートはあれですね、照準が当てやすいですね。ああ。撃ってますね。当たる？当たらない？当たる？あ、終わりました。あ、終わったかな。4万3000点です。だから、まあね、今花を持たせてる今、そう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 。お、またまた加藤敬郎が勝ちました。いいね、これは私の力だ。素晴らしい素晴らしい。後でハードディスクはぶっ壊しておきます。やっぱいいとこ一つ見つけとかないですね。逆に言うと自分の周りとか仲間へのこっちすごい自分に対してこう自分を甘やかしてる、なんかいいね。そういう人なんかあんま戦争しない方がいいような気がするよね。